おう、こんにちは。HLE VS T1 3試合目。ラストゲーム。HLE ファーストピックで何を取るかな。一旦ドラン君、バス乗ろうか。ちょっと、タイピックやろうか。あのクイーンはマジで何だったんだろうな。化け物だったね。T1 の対処も良かったけどね。その、なんだ。ケイトリンとブラム上に上げて。T1 ランブル版マオカイ。HLE は本当マオカイ一生版されるな。ピナッツもインタビューで言ってたよね。ハルちょっと全部買っちゃってみたいな。しょうがないって言ってた。コーキー、アッシュ、アジールバン、フェイカーへの番が多い。さっき HLE がね、トリス、コーキー取れなかったんだよね。アジール使って。だけど自分たちはもうこれやめて、トリス取るかな。正直今残ってて強いのトリスじゃない？アイバーン。나머지는정석적인범주인데아이번은좀지저분하게게임을해서약간느낌이바이탈리아와세주트타를서로뭐먹자뭐이런생각도같이하는것같기도해요세주와니세주와니마지데이쇼트에그런구도에서세주와니가치가더높다고생각을하는것같고와모그ってのもあるけどね와모그と一番相性いいしな바이탈리아중요도도꽤나높게보는선수들이라고생각해서T1 どうだ、トリス取るのかな。トリス正直強いから取るべきではあるんだけど、フェイカーのトリスマジでパフォーマンス悪い。取れ。じゃあもう1試合目みたいな構成取るんじゃない。レートゲーム強い ADC もう1個並べて、まあ、理想はゼリー。カイサとかもワンチャン。ポッピー、今度は自分たちがポピー。なとじゃらんだ。うん。いや、あんまり手帳を합니다、ポッピーへ대한。で、トリス、コーキーいなくなって、出てくるのは、ゼカだったらヨネ。しかも、セジュアニだし。LCK でヨネの勝率低いけど、ゼカとチョービーだけは負けてないはず。で、エズリアル。うわー、ちょっと待って、HLEの構成、もう強く見えるんだけど、やばいな、これ。フェイカの不得意のトリス取って、ゼカは得意のヨネ使えて、命令最強、これで世界取ってっからね、ゼカは。サイラス、アカリ、ヨネで。でも選んだスキンはアカリ。なぜなら、ベリルがね、女の子キャラの方が売れるよと。寝取りやがったやつ。足のスキンだけじゃ満足できなくて、アカリも自分のワイフにしやがった。お、カイサ来た。で、カイサを取るんだったら、突っ込める構成欲しいんだよな。だけどポッピーっていう時点でね、ちょっとその構成はむずいか。いや、でもどっかしらエンゲージがマジっすよ。サポートがトップか。でもゼウスがなんかオーンとかやるのあんま好きじゃないんだよな。どちらかというとキャリーをやってほしい。よし、ジェイスやろう。サポートエンゲージプラス、トップの多分ドラン君がバス乗りチャンプ使うから、そこでジェイスでぶっ壊そう。レネクトン、これ、マジマグニョ。あ、てか、サウジ構成だったらこれゼリーあるな、トップゼリー。ってなると HLE としてはドランにちょっとバス乗りのカサンテとかフロントラインをピックさせづらいよね。これゼリーバンあるぞ。でもゼリーバンしたら今度ベイン出てくる可能性もあるし、ね、
え、これマジサポートピックしようよ。だよね。いいよいいよいいよ、これあるぞ。ゼウスマジでガチキャリーピックあるぞ。サウジ2回やったからね、ゼリトップなんか 3ADC 構成。グッチ약간고민하는데요그러니까레리충분히라인전단계에서힘을쓰기에과판카드는맞는데요ジャックス이거세주안이내내ジェイスでしょ。おちょまジェイス誘ってるって。ノースアメリカチームがインパクトがジェイスや、あのジャックスやった瞬間ゼウスがジェイスやったのに。상체조합이벌써잠재력。おいジェイス誘ってるって。ゼウスお願いだからジェイス以外のトップキャリーチャンプ使おう。わ、これ絶対ジェイスできないやんけ。セジュアにいてさ、ファッキンバードいてさ。だけどやってほしい。やったら絶対フィードするけどね。これジェイスピックしたら 100% フィードするけど、ジェイスピックしてほしい。トップお前タン、お前キャリージャンプやるなよって言ってる。このバードピック、ケーネン。そういえば懸念バフされたからね、いつゼウス使うのかなって俺は待ってたんだけど、まあ一応レンジキャラではあるか、 ADC ではねえけど、3キャリー構成。相手メレーが多いしね、射程短いから、この懸念のアルティメット刺さるんじゃない。いいピックな気がするよ。足りない AP ダメージもカバーできるし。ハウ、こんにちは。 HLEVSTone3 試合目。그런것까지같이고려한것같습니다。네、그러니까이론적으로보면은캐넨이잭스를라인전에서이기면서거기서성장의탄력을받으면한타때 T1 의구세요돌上半身3体캐넨포피토리스타나그런만큼양쪽정글러들세주안이잭스같은경우에도그런연계기를통해서얼마나캐넨을잘압박해주냐가중요해보이고동시에또그런것들을의식하는과정에서3캐리구세다네오타가이니お互いにタンク、ジャングル、サポート、まあ、バードタンクって呼べるか怪しいけど、まあ、こいつも割と仮定し、バードピックですか。バードはベタ足に刺さるんだよね、特にミッドがオリアナとか。でも今回トリスだから基本バードのスキルは食らいづらい。カイさんベタ足っちゃベタ足なんだけど、速いからね足が。このバードピック、まあ、エズリアルで例の主導権握ってエズリアル一人でボトムに放っておいてバードが動き回る、ゼウスを止めたりミッドのヨネを助けるっていうのがメインだろうね。ヨネはメレーだからちょっと序盤息苦しいんで、でもレッドゲーム強いからさ、ゼカだし。バードでミッド助けるって感じなのかな。トップにも行けますよと。ゼウス懸念の勝率高いね。得意なイメージあります。めちゃくちゃ得意で、懸念使ってよくタワーダイブも成功してた。スタンのタイミングとかも完璧で。いやー、ゼカのヨネの勝率高いね。今 LCK でヨネの勝率3割とか2割なのに。おっと、このマッチアップよく見るよ。ポッピーが勝つの見るよ。しかし、寄りが早いのは、HLE！ いやー、ケネンがウェーブ押し込んでるから、ジャックスがそのウェーブを食ってるタイミングでケネンが先に来て、トリスターナがミッド勝ちマッチアップだから、トリスが先に来てってのを思い浮かべてたんだけど、来れなかったね。何があったんだろうか。コミュニケーションエラー。ポッピーの方が1対1強い。トリスもやっぱレンジキャラでヨネは基本タワー下だから、ちょっとウェーブをクラッシュするタイミングを T1 間違えたかな、多分レーナーが。いや、理論上はこれ絶対通用するんだけど、ただこれはまずいっすね。まだウェーブを押し切れてないのよね、ミッドも。あと20秒あれば押し切れるんだけど、早かった。これ早いのよ、見てこれ。ケネンもさ、あと 5秒したらウェーブ押し込んでるじゃん。あ、これは完全にオーナーのミスだ。早すぎる。あと10秒待ったらトリスもケネンもいけてて、ジャックスとヨネ来れなかった。いやー、ちょっとオーナー今日あまり良くないぞ。 P が強いぞ。そう、これね、ウェーブ押し切るまで待たないといけないのよね。押してる状態だったからさ、これはよろしくない。ジャングルやる方ね、この死に方してレーナーにピン出してファッキントロールするやつらとかいるけどね、これお前らのミスだからな。これでポッピーがミッド通過するけど、セジュアニがなぜかそこで待っている。ポッピー逃げる、フラッシュを使う。
그래서 일단 쉽지 않네요 오너. 頼むドラン、やめてね。一旦そのドラン、ドランがまたやらかしてくれること前提に T1 ファンお願いするのやめて。やってくれそうだから困る。ドラン当てにすんなってか、 T1 最近勝ち方がさ、ちょっと敵がね、ちょっとペーパルチェックしなきゃいけないレベルのやらかしをしてくれるからね。明らかにスパイがいたよな、サウジカップも。カイサラカーニ、그래서어느정도라인정구도를잘만들어가고있고트리스타나는여전히초반라인정구도는ただドランはもともとはゼウス相手パフォーマンスいいので有名というかね、ジェンジにいた頃だってさ、結局ジェンジがずっと勝ってたのもゼウスが抑えられてたわけだし、あのグラガスもやばかったしね。말씀하신그런요소들도긍정적인요소들도있습니다 T1 하노생명도마찬가지今のところドランいいところはない。このシリーズどうなる、まあ、一応後出しされたからカウンターであろう。だけどジャックスだったらまあ耐えとればね、結局仕事できるはずだし。どうなる、レッドゲームどっちが強いんだろうな。どっちもめちゃくちゃレッドゲーム強く見える。バトミイズだ보니까바드가돌아다니는시간도충분하고이걸바탕으로지금딜라이트가올라오다보면미드가편해지고미드가편해지면자연스럽게탑이편해지는거거든요サウジの決勝で見せてくれた、最終試合で見せてくれたこのケリアのラカン、このエンゲージとケネンのエンゲージが噛み合ったらもう勝ちですよ。バックラインにケネンとラカンが行って、そこからカイサがウルトで飛びついて勝ち。カイサのやっぱ理想的な手段戦ってバックライン殺すことだからね、アサシンみたいにウルトで飛びついて。ウルトをディフェンスに使うとあんまりうまくいかないイメージあるな。もともと射程が短いわけだし、でポッピーがヨネを止める、ノックアップ決める、ウルトを使ってできるだけヨネが戻れないようにしてフラッシュ使わせた。ジャックスってやっぱ懸念無理だよね、なんかめちゃくちゃきついイメージある連戦。전멸도뺐기때문에차후트리스타나의라인전에있어서도좀편안함이왔고요킬이하나들어가긴했는데그이후에이제운영이나름좀쉽진않네요제카무리무리가기본飛びついたら即スタン決めて逃げちゃうもんね。サポートレーンできないよマジで。じゃあかなりドラン頑張ってるやん。그런건있어요이즈카이사인데카이사가무난하게큰다이건또카이사가기분좋은구석이거든요서로원하는게달랐고서로굉장히만족스러운상황에서잘풀어나가고있다물론초반에1대3좀뼈아프더라도네그런느낌이에요그렇죠그리고1킬기록한뭐제카에게전멸쓰게하는뭐태클도나름걸기도했고요오대게웨이브이웨이브케넨가그에나갔더라초대카이소그러니까함께3아예오피가기다리고있어서だけどちょっとテンポが合わなかったね느낌이있죠요그래서전멸한번오うめえ、ポッピーフラッシュないからさっき使ったからさ、ここで殺しきる判断。ヨネのアルティム、ヨネのスキルやっぱ射程長えからな、これうまく使ってったね。トップダイブをカバーしてくるだろうと、じゃあお前ポッピートップにいるだろうっていうことで読んでるね、完全に。うまっ、P うまっ、誰がコールしたか分かんないけど多分 P だろ。ヨネセジュ最強だよね。メレーと相性がいい、やっぱセジュアニは。セジュのスタンがすぐ溜まるからな。しかもヨネの場合はメレープラス Q まであるからね、オート Q でいけるから、やばい。で、T1 としては、まあ、相手ウルト使ったよねと。2アルティメット使ったから、じゃあドラゴン取らせていただきますってことでドラゴン触りに行く。アイテム的には HLE だが、さすがに2アルティメット、ヨネのウルトなかったら正直やれることがない。바드가진짜너무정신없이돌아다니니까라칸도그거템포맞추느라고서포터들이레벨업이잘안됩니다
자다시보도록하죠피너지율루와율루와율루와간다これ見えてたわけじゃないよね見えてないんだよな돌아가려고했는데아여기있다확실하게리딩한거죠근데믿고따라고아닙니까내가차려놓을게뽑기만해라그쵸영원의반운명복이딱딱치면서결국그냥킬로연결이됐습니다킬두개다먹었습니다요네그래서그말씀하신요네가일단킬을다먹은것도상당히크리티컬한요소라고봐야될것같고이렇게성장세가초반부터좋은저제카이요네이저쌍카를어떻게막죠웨이브固める세가固まりはしないけどウェーブをできるだけ自分たちの近くでファーム食えますね알게모르게타박박이약간씩은힘이크라쉬네가라나그리고지금보면다시한번더라인수합도하면서잭스에게좀불쾌할수있는구도를최대한간접적으로해결해주려고하는게하나생명의움직임이죠아그렇죠잠깐만한번틀어주는게앞선경기에서도그영향을미치는것을보였습니다그렇죠아까상대편이했던걸반대로좀보여주는그런그림도나오고있는것같고요예잠깐만틀어주면되거든요그래서잭스입장에선오랜만에편안하게밤이예最近ケネン見ないよねなんかバフされたのに見ないから不思議ではあったんだよなソロ級だと勝率 50% 超えてて悪くなさそうに見えるんだけどなゼウスがどうエンゲージするかなフラッシュ持ってる時のケネン強えぞ T1 ここで2個目お互いに4は欲しい 3T1 そして 4! でかっガードアルティメットホッピーフラッシュ今のはケネンが寄っててジャックスが寄れてなかったのかねケネンがテレポートしてボトムに戻ったし人数有利がありましたいやーしかもこれケネン VS ジャックスでケネンがこれタワープレート食えるのがでかいよな、うん、これ無理だジャックス側T1 도뭐쌍포충분히가동될만합니다뒤쪽에누구하나배치해놓고예돌아가네요이게뭔가밸류가누가확실히우위다라고평가하기가좀어려운게조합이서로할말이있습니다어디로가는거죠한번빈틈생기면케넨을狙いに行くがお互いになんかボトム来てるぞケネンとしては視界ねえからお前ら助けに来いって言ってるゼウスウルト切らないまだ切らないラカンが助けに来てくれてこっからいやこんなチームだったら GS やりたくなるよなわかるこれソロ級だったらこれ下がんなきゃいけないのよでも下がりたくないんだよね懸念としては俺有利取ってんだからお前らが来いってことよいいね勝ってるレインを助けるってのは当たり前ですからねしかいないから味方が視界取ってくれたしかもちゃんと寄ってくれてるしレンジトップはこれが必要なんだよな自分一人でワードは全部できないから有利の時に有利を取り切らないとジャックスが弱いタイミングでね攻め続けないといけないんでね味方がやってくれると熱いね초반에강조해주신대로마드같은경우에는이사이드에서의강점이계속해서나오고있고그리고그런움직임이요네니킬까락한입장에서 T1 와마다킬나시노라곤와톱데르좀머리가아픈요소긴해요바드쪽이먼저움직이고더빨리움직이니까그렇습니다뭔가변수가있다면저는계속이카이사를좀집중해야될것같은데이게이즈카이사자칫잘못하면카이사가순간적으로킬을볼수있는부분들이있어서요그런거에서부터 T1 에게확흐름이올지는않을까자서로맞대를하지만진짜1대1일때자카이사의힘이진가가발휘될수있습니다위쪽하여튼캐넨한번진짜끊고싶었는데오메야오메야더맞춰서띵어뭐더깊게가게혹시모르니까저불이할상황은아니었어요이게진짜바드가진짜발빠르게움직입니다그리고13분딱지났고요이제전령이나옵니다계속캐넨괴롭히면서잭스에게편안함을제공하고있고결국전령까지왔거든요이전령이오게카이사사실에즈레라이트이요나T1은그냥아래로바로뛰는1대1 카트가라네우린욕먹을래
먹으면 이용제 기록합니다. 그렇다 너희 뭐 유튜브 스택이 많은 것도 아니고. 에이즈리와 헤랄드. 티1와 도라곤. 아마 장기적 도라곤 도나르. 상대가 어차피 強いのは インファと ヘックス. 사이드용을 하는 조합이니까. 인퍼널. 쓸 수 있는 여지를 만들어야 된다. 이거를 좀 힘을 실은 것 같아요. 뭐 그렇다고 한다면 아, 유충도 뭐 4대2로 좋고요. T1 자, 용까지 챙깁니다. 그렇죠. 상대가 전령을 바탕으로 막 탑을 압박한다든지 미드를 깬다든지 이런 것만 아니면 예. 전령 준 거는 결국 복구할 수 있는 부분이라서. 네. 그렇죠. 타워 양념이 오또 피나트가 다스케니 끌어. 네, 받아 아, 네, 빠집니다. 요 정도 받는 거 정도로 끝. 네, 그래도 한 번에 깨지는 거 아니면 예. 이걸 잘 수성하는 상태에서 나중에 이제 드래곤 스택을 완성시키면서 때릴 때의 가력은 뭐 좀 더 갔으면 이 정도 기억하는데요. 헤랄드 매일 다메이지가 思ったよりも 2割 3割 少ない. 그래서 미드 타워 체력을 깎은 것도 아니고 말씀하신 것처럼 탑을 깬 것도 아니니까요. 그렇게 막 맛있게 잘 쓰였다라고 보기에는 애매합니다. 네. 더 전령을 먹기 위해서 비용으로 지불한 거지 상대편에게 주는 이용이었는데 아무튼 어떻게 그 이유를 진행할지 좀 보겠습니다. 하나 생명. 솔직히 헤랄드도 ドラゴンの 交換は ヘラルドで ミッドタワー 取れる ならまあ いいけど じゃなかったら ね ヘラルド 正直 弱すぎるんよな ケネンは アルティメット あるんで GA はできるよ しやすいよ 時間を稼ぐ スタン決まる スタン繋がる ジャックス入る ポッピーが救う しかし ヨネが アルティメット で フィニッシュ しかし ヨネ E を使ってからの ウルト じゃないので 倒しただぞ バード ここから人数的には有利 トリスタの テレポートがない お供にいる フェイカー バード ウルト からの バードの スタン いや ジャックスの スタン からの バードの Q でもダメージどこ？ダメージがない。H3ダメージが。あーでも T1 もダメージがない。でフェイカーテレポート戻ってきた。フェイカー。ボンボン。ドラン踏んづけられたけど。クリボーズ。負荷追いすぎた。H3 キル取って離脱できてたら。よかったんだけどちょっと無理しすぎたね。ラカンまで行こうとしたのが無理があった。でラカンまで行こうとしたのは誰だった？欲張ってしまったね。トリスターナがテレポートがないからここで続けたんだけどトリスのテレポート帰ってきちゃったね。인원수가더많은강점이나오긴했지만오래끌렸죠네그리고그끌리는과정에체력소모가많이되면서요야ここで포피打ち取って離脱がもう本当に良かったんだけど카이사가작전에동원됩니다위쪽으로옵니다결국 T1 도뭔가여기다가무리하지무리하기보다는나머지는나머지로이야ここがな오래끌리다보니까각이보이잖아요어이거봐라ここで HP 消えて逃げれなくなっちゃった트리터가보니진짜맛있게먹었습니다핵심들이다먹었습니다그러니까예토리스는니킬을어쩜어때페이커아이템은하이드나이핸드스피너하이드나이ボトムのタワーも取ったしボトムのウェーブも食ってしかもトップでテレポしてキル取ったからなしかもカルマをちょうどコンプリートしてるフェイカーのトリス最強になってますこれ1リーマイナストップのプレイファッキンマイナスだねゴールド追いついてきたよ T1 いや何なら逆転したじゃんゴールド負けてたのしかもドラゴンまであるしかもインファーナルソウル超強いドラゴン말씀해주신건강조신챔피언들이받아치는구도가나왔을때여파가세다는거고반대로 T1 도그냥이원들조합이니까フェイカーのトリスが怪しいのは序盤だからねここまで来たらもうフェイカーがちゃんとキャリーするでしょ말씀처럼지금보면310은좋습니다만싸우면서킬을먹으면서성장의가속도를붙여야되는데그게이제욕나오는타이밍이뭔가영향을미치죠たまにたまにというかまあ割とポジション怪しい時あるけどなフェイカーの ADC ポリス설명도결국저희가사이드의강점은있지만한타에서そこだけが怖いねバードいるし이미한번사이드쪽에서성공한이후에한타에갔을때딜라이트의활용바드활용도가난이도가정말높아보입니다다시말씀드리면그러니까캐리아의락한에비해서말씀하시죠골드차이가엄청나고이런건아닌데이전에탑쪽에서교전패배한건요하나쌤의 e스포츠의조합의핵심을생각해보면꽤크리티컬한거예요그러니까다음교전에서수습을해야만합니다네
그게지금이될확률이높거든요바드의데라이트의このバードがどう刺さるかだな가능할까요말씀하신대로수습한번ケネンとラカンのエンゲージも大事だし T1 とすると중요합니다그래서일단먼저일단視界取ってるのは HLE エズリアルで毎回ミッド先に押してくるねバイパーこれはアドバンテージ先にウェーブ押し込んで先にここの視界取って相手が来るときにエズリアルがスキルを当てる当てるしかもレッドオフ持ってるエズリアル3連続当てた球でここをどう突破する T1 ラカンエンゲージバードフラッシュで下側でゼカを捕まえに行くおっとゼカ生き残ったゼカウルトに飛ばしてしまったバードアルティメットでゼカが帰ってくるまでの時間を稼ぐしかしラカンが視界ないところからエンゲージケネンとラカンが同時に入っていきバード殺すしかしピーナッツフラッシュ回るし入ってこれるぞサポートがやられただけ集団戦どうなるジャックステレポートで帰ってこようとするけども視界の上にいたのでカイソの W 食らってバックできず集団戦参加できない T1 그리고이렇게한타이기면바론까지전립바론이어떻게시간을보고싸우는겁니까딱20분됐어요結局集団戦は T1 ですかやっぱゼウスはキャリーチャンピオンに限りますなまケリアのエンゲージが刺さっちゃえばねカイサもケネンも入って一瞬だからな他集団戦見てみますかラカンが入ってバードのフラッシュ使わせるジャクソンエンゲージ使わせるでここでばらけたところヨネの HP 削るヨネは生き残ってテレポートで復帰するけど復帰しきる前にドラゴン叩いてドラゴンやろうということで相手を近づけるバードのアルティメットで時間稼がせてラカンがフラッシュからのアルティメットでチャームしてまとめ上げてダブルでノックアップ決めてそっからラカンがセジャンに邪魔しながらみんなで2人を捕まえるやっぱラカンやっぱケリアカルマ以外だったら何でもファッキンキャリーしますよこれケリア君いやでもバイパースキル全部当ててくるバードウルト当たるバードのスタンを使えないようにケリアがカバー戻ってくるヨネにも当てるケリア強すぎるそしてゼウスが飛び込んだでもイグゾーストが完璧なカウンターだどうなるカイサとフェイカトリスターだとカイサはどうなるジャックスが飛び込むラカンが犠牲になるフェイカーダウンバイバイ生き残ったらいやケリアが救ったと思ったんだけどゼウスがあそこでエンゲージ仕掛けてイグゾストの存在を完全に忘れてたねイグゾスト強いんですよバロン取ったけどやらかしたマイナスプレーバロン取ってマイナスガバイタリティだな昔いたな LEC にヨーロッパにバロン取って必ずスローするチームがバイタリティどこ行ったいや一旦ここでねカイサの HP が6割7割削われたのが痛かったねカイサ飛び込みたいのにこの HP じゃウルトで飛び込めないからねケネに合わせられないだから T1 としては一旦ラカンも HP 少ないし帰りたいと思ったんだけどケネンがここだってことで入っていくんだけど結局入ってった相手がタンク2人しかもイグゾースト食らってるからしかもその後フェイカーまで捕まるっていうねなんか捕まりすぎたね T1 なんかミスが重なりましたカイサ捕まったりケネンが入ってったりフェイカー捕まったりオーリーシェットバードとセジャニーにケネンのウルトかけても意味ないんだよなラカンとケネンでバックライン突っ込んでカイサが飛び込むこれが理想おっとゼウスフィジカルで敵のスキルを避けるバロンパワープレイマイナスマイナス300ゴールドバロン取ってナットワースだとバロン取った瞬間にプラス1500ゴールドなのに1人300ゴールド入るのに、ね욕심이날만도합니다 T1
상대가쫓아오면다시한번제대로꺾어주고싶을테니까요골드와호보이븐しかし T1 サンドラしかもポッピー持ってるからねこっから4連続ポッピーのアルティメットをかいくぐってバロン取れるかあバロンじゃないドラゴン取れるかピーナッツ今日はスマイトバトル強いけどセジャーニもあんま育ってないからアイテムも出てないしワームグないよなんだこのカメラワーク狙ってはいたけど4年安全だねバイパー같은경우에는조금성장이카이사에비해밀리긴하지만아직까지힘이있는턴이긴하니까ドラゴン30秒 T1 4ドラ取ったら勝ちだなさすがにインファーナルドラゴン強すぎる HLE はこれドラゴンを取られないで集団戦も勝たないといけないあ、거기다가지금뭐카이사나트리스타나아이템이심상치않아서특히나카이사는저렇게3코어나오면은아이템끼리시너지가진짜잘나는챔피언이고요이미공어추적자로시야포함해서한타딜링이진짜없는거같아요おっとケネンが捕まるわあゼウスが引っかかったしかしラカンのエンゲージでもピーナッツ生き残るワームグで回復してくるぞケネンの裏取りが読まれてたまあそらケネン裏取りするよねそこでうまーく捕まえに行くポッピーが入ってこれないようにしたい HLE 取り切れるか取り切ったテレポートでフェイクは戻ってくるけどドラゴンスティールできず近づければねワンチャン盗めたんだけど近づくことすらできなかったハンタル手順한건아니더라도그렇죠애초에5대5꽝한타를따져봤을때는케넨있는한타 T1 의한타가굉장히유리하다고봐야되는데ゼウスが入ってくるところをブッシュで待ち構えていたよね Q のスタックを作ってたねチキンを殴ってっ味方がブルトリ持ってんだったらブルトリもうちょっと早く使ってほしかったねそれ伝えるべきだったそのブッシュが誰かいないかどうか그래서일단급한불은껐고성장도어차피글로벌골드700골드차이면그냥없는차이라고봐야어기다려주세요데라이트와ここで W つけるとねバード飛べないですよわお사포트와일단殺すってことは相手は視界が取れないってことだここから T1 どう立ち回るルーヌピノシ먹은걸로보이고요서포터그래도서포터가없다는건시야장하게カニがあるからやってるかどうかわかるぞ HLE やってるのは見えてる4대5한타탈진이없는상황에서케넨을맞이해야된다는얘기는エズリアルのポークは強いしかしエズリアルが近づく前にもうバロン HP 削ってるヨネのエンゲージポッピーがバロンを取るためにセジャーニを飛ばしたバロン取ったのは T1 そしてバロン取って離脱するポッピーやっぱこれ強いよね食い逃げが強い今回のバロンはプラスになるのか この資料このシリーズさもうポッピーゲーじゃんオブジェクトファイトこのねポッピーのねアルティメット止めなきゃいけないんだけどねメズリアル全部スキル当てる海藻最近 AP ビルドが主流だね W が痛いポークが痛いバロンは足を見せつけたが T1 で今年は제대로굴릴準備하고있습니다벌써1700ハナ生命입장에서도이대로밀릴수만은없다생각했는지 AD と AP 回線の違いって何だろう、まあ、AP だったらアルティメットのシールド濃いのは分かるし W が強いのは分かるんだけどバーストは AP なのかな持続ダメージは AD っぽそうだけど回線がフラッシュないところ狙われるあぶねえパシブは AP の方が痛いよねだから W2 連続で当たるとなんか弾けるよバーストは強そうだよね AP今日バイパー全試合エズリアルか全試合キャリーしてるけど
勝ちきれるかな。次に나가려면그만큼시간이걸려서그시간만큼바론을태우는거고네좋은플레이나왔네요그러다보면이제90초이후에는사용이나올수도있습니다바론取ってるけどタワーまでいけないね HL が攻めて T1 がなかなか前に出てこれないトップとボトムのセカンドタワー取って T1 ゴールド差広げたいけど아이렇게되니까또용의영혼이기다립니다화염력은진짜커요그리고용의영혼도진짜아약간 AP 와바스토가동시에 T1 입장에서는여전히이원딜의힘이센데케넨이가지고있는플레이의부담도좀올라가는것같긴합니다아까처럼돌면서구도를잡았을때이제는상대부르저들이본인을끊어낼수있는여지가있고또중간중간레토이븐베스트겠지만레토와 T1 の方が強いような感じもあって戦い方次第だからね結局お互いに強いお互いに自分たちがやりたいその T1 だったらバックラインに入ってってカイサ飛び込ませてエズリアルを暗殺するみたいな진영을갖춰나갔을때사거리적인측면의페이커와구마일 HLE も HLE で、まあ、バードのアルティメットで捕まえてからヨネとかジャックス合わせてスタンゴロスみたいなエズリアルのフォークうまい方勝ちます集団戦次第좀양념도치면좋은거고그래서잭스가지금파견나갔습니다자금20초서로따로따로これヨネが帰ってくるところ狙われるぞこれカエサ飛びつけるポッピーが一旦入る集団戦はもう T1 の形もうヨネが削られてヨネを助けようとしたところ孤立してるやつを捕まえいやーこれゼカ欲張ったねそこで E を使ってミニオンに Q 打ってたらそりゃ飛び込んでくるわインファーナルソウルウェーブを先に押すことによって T1 有利を得たね押し込んでたからオフテキ앞에왔습니다그리고나갈거다나가고있어요케넨궁은여전히있어요バイパーマイブリンクヨネギリギリ離脱はできたがフォローアップが HLE ない밀어내는건좋은데어차피아래를따로밀고있습니다오여기속도나오는데요오이러면분차이가이러면확벌어져카이사와조니아난다진영의추가좀많이넘어간느낌이에요ゾニア持ってるカイサうざそう飛び込んで一瞬で火力出してゾニア使ってその後見えなくなってこれ難易度が높은部分들이발목을잡고있는것같긴해요어느정도는설계를기계하면서사이드를흔들어야되는데이런식으로뭉쳐서싸웠을때단점이조합이나오는것같거든요그냥요네쪽체력관리안되고세전이체력관리안되고야포피할때가베니오르또뭐혼또도시오나이나오라카の最後の W 打ち上げうまバードのポータル止めたね乗ってるやつしかしバードがポッピーを捕まえに行くしかし後ろにいるのはラカンでもラカンのエンゲージうまく決まらずお互いにエンゲージを避けられたしかしフェイカーが捕まるヨネが入るフェイカーが捕まるケネンが自衛でアルティメット使うけど行くぞそれで完璧にちょっと待ってインファナル取ってるのにこれやばいぞ T1 引っかかっちゃいけないタイミングで引っかかったしかもミッドウェーブも来てるこれゲーム終わったぞ終わるじゃないかこれウェーブフェイカー捕まったいやこれ終わるくねいやどうだ2グラブいやんちょいや普通に終わるこれカイザがマジで時間稼ぎしないとヤバくないこれウェーブくらいできればいいんだけどできないからねうわスキル全部食らったうわこれは終わるわマジかお互いに捕まったけど最後フェイカーが捕まりヨネが決めたゼカが決めたよし取りつつ使うのやめようマジかよおいインファーナルソウル取ったのに負けんのか構成も T1 がちょっとレートゲーム強そうに見えたんだけどやっぱ捕まったら意味がないよね捕まらないのがトリスなのに